This is Radio Bird 82.5 FM. FM Tutori. Radio Bird special program. Around the Tutori. Coming to you live from somewhere in Tutori to all over the world. With Ustream and FM radio. This is Radio Bird special program. Special program. Around the Tutori. Around the Tutori. Live from 시민노료 Hanabi Taikai. 時刻は午後6時30分を回りました。8月15日金曜日、皆さんお元気でしょうか。高田恵子です。さあ、ここからの時間はレディオバードスペシャルプログラム、アラウンドザ鳥取ライブフロム市民納涼花火大会ということで、いつものレディオバードを出まして仙台ヶ原スポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送、今日はこの後午後9時30分までお届けしていきます。今日この後開催予定の第61回市民納涼花火大会のオープニングイベントの模様、それから花火師さんによる花火の打ち上げ解説、また現在お車でこちらの会場へ移動中の方への、花火大会に伴っての交通規制の情報などをお届けするトラフィックインフォメーションをはじめとしまして、いろんなゲストもお招きしまして、ここからの3時間ライブでお届けしていきます。さあ、そして今回も私一人ではちょっと心もとないなということで、この方をお招きいたしました。花火大会の興奮を届けてくださるのは、鳥取情報文化研究所所長の上田秀樹さんです。どうも皆さん、お疲れサバでございます。お疲れサバでございます。お疲れサバでございます、はい、いや、今年の花火大会、天気も回復しましたね。そうですよ、これも全て、もう高田さんのもう賜物でございますよ。私いや、今年はね、だってもう出店の方もすごいですよ、これ。あ、そう。まあ普通ね、焼きそばとかいろいろありますけど、宝石屋さんまで出てるんですか。そうなんですよ、皆さん大注目。これ初めて見ました僕、こういうのジュエリーが出るっていうのはないじゃないですか。そうそう、さっきね、スタッフの間でも、あの宝石屋さんは何なんだと話題になってました。私はもう今日帰りはね、はい、これをちょっと妻に買ってからと思ってますけどね。いいですね、夫婦円満の秘訣ですよね。これでもう円満か、もしくはどうなるかまあ花火のことがバンと散るかそんなことはないですよ。わかりませんけどね。いや、でも楽しいと思います。はい、ということで、まあそういうね、露店もたくさん出てますので。そうですね、ちょっとね、雨でどうなの、やるの、やらないのって、もうね、仙台ヶ原はね、もう大丈夫でございますよ。大丈夫ですか現時点は。はい、そうです。しかもね、今日去年よりも気温がちょっと低いんですよ。今この寒暖計見ますと 24.3 度、湿度はですね、私の体感ではですね、多分 72% ぐらいだと思います。いつの間に肌感で湿度を測れるように。いや、私結構気象詳しいんですよ。あ、本当ですか。天気図前に見てますから、72%、おそらくもう肌にもちょうどいい、そうですね、しっとり潤う感じで。あ、そうなんですよ。だから今日はもうね、おじいちゃんおばあちゃん、はい、お子様からもう全員来てほしいですね。そうそう、見ながらこうね、熱中症対策が今日は必要ないので。まあそうですね、雨対策だけちょっとしていただいて、来ていただければいいかなと思いますので、ぜひ皆さん、今から移動しても十分花火の打ち上げまでには間に合います。はい、間に合いますので。午後8時でしたね。そうです、そうです、はい、お出かけいただきたいと思います。さあ、そして今回のこの公開生放送、まあワイワイやっておりますが、FM のラジオだけではなくてユーストリームを使って音と映像でお届けいたします。なんか今年は映像のレベルがグッとアップしたと聞いておりますけどね。そうなんです、HD になりました。 HD、 はい、クリアーな映像でお届けいたします。いわゆるハイビジョンを超えましたね、これは。そうです、そうです。ってことは我々の毛穴一つ一つまで見えると。ちょっとやばいね、それはね。いや、高田さんもう大丈夫でしょう。うるおいの高田と言われてる。 ありがとうございます。なんかね、ここに来ると褒め殺しに合うんですよね、私ね。まあちょっと私もね、言っとかないといけませんからね。そうですよ、ね、今日長いですからそうそう、3時間ありますからね。ね、今のうちからね、なんかお互いこう牽制しちゃうと良くないですからねそうそう、褒め合ってね、仲睦ましく、ね、そうそう、もう帰りはやっぱり宝石屋さんで買って帰りましょうよ。そうですね、一緒にじゃあ選びましょうか。いいの行きましょう。はい、はい、ということで、そのユーストリーム、違う、じゃあユーストリームの話ですよ。ユーストリームの映像の配信がもうスタートしておりますので、ぜひ iPhone、 それから Android 携帯、あとパソコンからもね、アクセスすることができますので、結構よろしくお願いしたいと思います。はい、そして、アクセス方法なんですけれども、お伝えしますね。iPhone、それから Android 携帯などのスマートフォンの方も、パソコンからアクセスの方も、まずは FM 鳥取のホームページ、こちらのトップページから簡単にアクセスすることができるようになっておりますので、まずはうちの FM 鳥取のホームページを探していただきたいと思います。そこの、トップページ、もうすでに私と上田さんが映ってます。出てますか。出てますよ。今日はですね、私 T シャツがちょっと、そうそう、私とそれ、ね、花火仕様でございまして、そうですそうです、後ろに回りますと花火と書いてありますが、見えますかね、これはね。ちょっと低めに回っていただくと、花火、英字で書いてあります、花火ということで、はい、はい、こういう T シャツを着ながら、2人でお届けしておりますので、この後続々とゲストの方も登場予定ということで、私もですね、はい、シャツが時々変わると思います。あら、お召し替え、
今日はですね、はい、ちょっとやっぱり61回って60超えてますからね、はいはいはい、もう還暦を超えた花火大会にちょっとあの還暦ってまあまあ、はいはい、いや人間やっぱりね、まあ、赤いちゃんちゃんこ着ないといけません輪廻転生の時代でございますから、うん、まあもう衣装もですね、はいはい、変えていこうと思っております。 おしゃれじゃないですか。ちょっとかなり変わりますよ。はい、私はピンク一色で頑張ります。あ、ずっとこれですね。ずっとこれです。まあ宝石つきますから。そうです、そうです。大丈夫です。あの隣でちょっとお召し替えいただければ、はい、あのその都度拾っていこうかなと。あのお召し替えのとこは無に取らなくて結構でございます。あ、そうですか。ええ、生着替えは生着替えしてもいいですよ。まあ見たいという方は多分今カメラをやってらっしゃる女性の方だと思いますけどね。ああ、なるほどね、うちのスタッフがね。もしくは今ねあのディレクターでやってる男性の方。あ、そうですね。彼の目線をビシビシ感じますけどね。あ、なるほどね。 OK マークが出てますので生着替えも OK みたいですよ。了解しました。ユーストリームの方はぜひご期待いただきたいと思います。さあ、そして花火大会中なんですが、今年もですね皆さんからのメッセージなどもお待ちしたいと思います。花火を見た感想もちろん花火に関する、疑問質問なども受付行っておりますので、メールの方は825@radiobird.net 825@radiobird.net、 そしてツイッターの方はハッシュタグ FM825 ハッシュタグ FM825 でつぶやいてください。またユーストリームの画像横にありますソーシャルストリーム、こちらからも書き込みが可能となっておりますので、ぜひぜひあの花火師さんへの質問とかね。そうですね、うん、あの花火をご覧になった感想とかね、いろいろと、書き込んでいただきたいと思いますので。やっぱ花火っていうのはね、楽しみ方っていうのがありますからね、うん、はい、こう漠然と見るだけじゃなくてね、うんうん、あ、これはどうやってあげてるんだろうとか、そう、これなんていう形なんだろうか、そう、こういうことを知ると ね、そう、いろいろ学びましたからね。そうなんです、去年良かったですよ。久保田さん、久保田さん、私も登場予定です。女性花火師8時頃から、はい、そうですか、出てきていただきますので、ぜひねご期待いただきたいと思います、ええ、さあということで、では3時間の長丁場ですが、ええ、そろそろ始めましょうか。いきましょう。はい、それではこの後午後9時30分までの3時間、レディオバードスペシャルプログラム、アラウンドザドットリーライブフロム市民納涼花火大会、ラジオでそして映像でぜひご一緒にお楽しみください。レディオバードスペシャルプログラム、スペシャルプログラム、ライブフロム市民納涼花火大会。ちょっとね、国立加工さんが多分手が取りますこれ来ていただけない。おそらく出たいのはおっしゃってたんですけど、ちょっと今準備で大わらわで、国立加工
Special program. Special program. Live from 市民の寮花火大会。さあ時刻は6時42分へと向かっています。アラウンドザ鳥取ライブフロム市民の寮花火大会ということで、レディオバードを出まして仙台からスポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。やっております。やっております。はい、花火も上がります。はい、8時からね。8時からです。皆さんこの後ぜひこちらの方にお越しいただきたいと思いますが、ここで上田さん、はい、先に、花火大会周辺の、交通情報をちょっとお届けしたいと思いますので、これはね、ぜひ皆さん聞いてください。はい、よろしくお願いします。かなり重要です。これからこちらの仙台から市民スポーツ広場へお越しになる方へお知らせいたします。まずお車で会場近くまで来られる方、会場周辺の路上駐車、それから違法駐車、絶対におやめください。やらないでください。で、会場周辺に路上駐車、違法駐車必ずしないようによろしくお願いします。それから会場周辺の歩道橋、今年はですね、これが安全維持のために全て封鎖されてます。あ、なるほど。はい、なので、ご注意いただきたいと思います。あの橋が通れません、歩道橋通れませんので皆さんご注意いただきたいと思います。それから自転車でこちらの会場付近までお越しの方、総体育館の駐車場の一部、こちらが駐輪場として開放されていますので、自転車の方はまずそこに自転車を止めていただいて、そこからは徒歩で。そうですね。こちらの市民スポーツ広場まで。まあ、距離は近いですか、徒歩も。そうですよね。もう5分程度。5分ぐらいですよね。ですから。はい、なので、まずは扶桑体育館の駐車場の駐輪場。ちょっと難しいですよ。扶桑体育館の駐車場の駐輪場。ですね。駐車場の一部を駐輪場そう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 、のところに自転車止めていただいて、はい、こちらの会場まで徒歩で歩いてきていただきたいと思います。で、続けてもう一つ、会場まで歩いて来ようという方ご案内いたします。花火大会の開催に伴いまして、午後9時30分頃まで会場周辺の一部の道路を歩行者専用道路として開放しています。会場周辺の一部の道路を午後9時30分頃まで歩行者専用道路として開放しております。ただし、この歩行者専用道路、自転車の乗り入れはできません。これ要注意ですね。そうです、注意してください。歩行者専用でございます。はい、歩行者専用道路には自転車の乗り入れはできませんので、ご注意いただきたいと思います。自転車の方はちょっとね、注意していただきまして、まずは扶桑体育館の方を目指していただきたいと思います。もう一度繰り返しお伝えしますね。そうですね。はい、お車の方、会場周辺での路上駐車、違法駐車は絶対におやめください。よろしくお願いします。また会場周辺の歩道橋、こちらも安全維持のために全て封鎖されておりますので、ご注意ください。そして自転車でこちらの会場付近までお越しの方は、扶桑体育館の駐車場の一部、これが駐輪場として開放されています。扶桑体育館の駐車場の一部が駐輪場として開放されていますので、こちらにまず自転車を止めていただきまして、会場まで徒歩でお越しいただきたいと思います。そして歩いてこちらまで来られますという方、花火大会の開催に伴いまして、午後9時30分頃まで、会場周辺の一部の道路が歩行者専用道路として開放されております。ただしね、先ほどもお伝えしましたです、ね、はい、歩行者専用道路、自転車の乗り入れはできませんので、自転車でお越しの方はご注意ください。まずは自転車の方は扶桑体育館の駐車場を目指してください。
はい、ということでぜひね皆さんこちらの方にお越しの際は気をつけて、ま、歩いてもね、そう結構近いもんなんですよこれ。そうなんです、駅からでもね、JR 鳥取駅からもね、はい、大丈夫なので、まあ、20分程度ですよ歩いてもね、はい、でもう一つ歩いて来られようという方、はい、朗報があります。お、朗報。はい、シャトルバスが運行されております。なんと、はい、どこから。ですね、まずですが鳥取駅前の鳥取バスターミナルの0番乗り場0番、はい、から出発している鳥取駅ルートというのがあります、はい、これが会場まで来るシャトルバスです。有料シャトルバスなんですがおよそ10分間隔で運行されてまして、料金が大人160円。これはお得ですね、うん、そうなんですよ、10分間隔なので、あの比較的こう空いた状態で乗れるんじゃないかなと、ね、今のマナーはね、はいはい、うん、あの思いますので、鳥取駅周辺にいらっしゃる方はまずは鳥取バスターミナル0番乗り場から出発している鳥取駅ルート、こちらをご利用いただきまして、料金大人160円となっておりますので、だいたいこれも10分ぐらいでこちらの会場まで、そうですね、うん、で駅周辺っていうのはね結構駐車場が多いんですよ。あ、そう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 、だからお車の方もまず鳥取駅まで行って JR の、うん、そこからシャトルバス、そうですね、これおすすめですね。はい、あのこちらご利用いただきたいと思います。でその他にもシャトルバス運行されておりまして、雲山の日光バス停が始発の雲山日光ルート、これが一つ、はい、と稲葉ヶ丘バス停が始発の稲葉ヶ丘ルート、あ、まだあるんですね。そうなんです、これ2つ目で、もう1つあります。若葉台南1丁目のバス停が始発の若葉台ルート、若葉台の方も来れる、そう、これは便利ですね、というのがありますので、まあ多分ねこの辺までこう自転車で来ようかな、あの車で来ようかなっていう方もいらっしゃるかと思いますが、バスがおすすめです。ですね、はい、なのでこちらのバス、先ほどお伝えしましたね、雲山日光ルート、それから稲葉ヶ丘ルート、若葉台ルート、こちらを 乗られて会場までお越しいただきたいと思います。そうですね、駅周辺の方は鳥取バスターミナル0番乗り場が発着となりますので、鳥取駅ルートご利用いただきたいと思います、はい、会場は今雨は全く降っておりません。はい、大丈夫でございます。はい、しかも非常に風があって涼しい 24.3 度、変わらずです ね、いい気温ですよね。湿度は72からちょっと変わったかな。お、どうなりました。我々の熱気がちょっと入りましたからね、73ぐらいになりましたかね。ごめんなさい、暑くしてしまってって感じですね。いやいや、これ爽やかな暑さですから。なんかうちのスタッフがブツ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 。それ暑苦しいっていうことですか。ああ、ね、湿度はやっぱ70ぐらいないと。そうそう、潤いがね、あのお年なんで潤いがね、そう、50切っちゃって大変ですからね。そうそうそう、本当にカピカピになっちゃいますからね、はい、あのちょっと湿気てるぐらいが、あの花火にはね、今日はだから本当にお肌にいい花火大会。おお、いいですね、外に出た方がしっとりするよ、今日はいいんです、はい、いう感じで、ぜひぜひ皆さん気をつけてこちらの会場まで。なんか照明もついてこれね、雰囲気高まってまいりました ね、いい感じですね。あの7時からこちらの会場では、オープニングイベントが、そうですね、はい、開かれるということで、今そのね、ステージやってますね。ちょっとリハーサルですか。準備がね着々と進んでおりまして、その辺もね、はい、結構あのいろんなイベントが盛りだくさんとなっておりますので、こちらも乞うご期待 で、この表彰式なんてのもあるように聞いておりますし、そう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 、夢キッズのね、そうですね、うん、ありますからね、ぜひぜひ、ご期待いただきたいと思います。ということで、あのお車で来られる方、それから自転車で来られる方、歩いて来られる方、それぞれ気をつけてこちらの会場までお越しいただきたいと思います。アラームズと鳥取ライブフロム、市民納涼花火大会この後午後9時30分までまだまだ公開生放送お届けしていきます。Radio Bird Special Program Live from 市民納涼花火大会 With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Special Program. Live from 市民の寮花火大会。さあ時刻は6時55分へと向かっています。レディオバードスペシャルプログラムアラウンドザ鳥取ライブフロム市民の寮花火大会ということで、仙台ガーラスポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。さあそして上田さん、ね、来てますよね。スタジオにたくさんの方が、はい、非常に華やかなスタジオになりました。盛り上がってまいりました。ご紹介いたしましょう、シャンシャン笠踊りグランプリ団体の視察画寮転生の皆さんです。いやーイエーイ、このノリですよね。まあ、落ち着け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 。さあ、山根さん、はい、3連覇やったー、おめでとうございます。去年もお会いしましたけどね。そう、はい、そうです。今年もまたまあ綺麗な踊り見ました。見ました。私ありがとうございます。本当でも揃ってますね皆さん。はい、ありがたい。これなんでこんな揃うんですか。頑張ったんでしょうね。あ、そう、高いな。えらいざっくりな感想。すごいな。頑張ってたっすよ。頑張ってたっす。頑張ってたっすですか。頑張ってたっす。ちょっと後ろの頑張ってたっすの皆さんに、お名前をちょっとじゃあお伺いしましょう。女性の皆さん、女性から、セリーヌです。セリーヌさんイエーイ。セリーナ、セリヌヌ、あ、セリーナね、はい、そしてあ、ダンユーです。ダンユーさん、ダンユーさんです。なんだろう、はい、ヒカールです。ヒカールさん、ヒカールさん、はい、ウラです。ウラさん、ブマールです。ブマールさん、みんなヨーロッパの方、山根さん、多国籍団体、ヨーロッパ的なのかアジアかわからん感じしますけどね。多国籍団体です。あ、多国籍そうそうそう、その森よく揃いましたね。あ、頑張ったつからね。頑張ったつです、そうそう、まあその話は置いといて、山根さん置いといて、山根さん今年はどうでしたか。はい、いや本当にね、まあいつにも増して去年よりもみんなハードに踊っとったんですよ、うん、もう体力配分考えずに、考えずに、もう今年でもうなくなってもいいみたいな感じで、なくならないですけど、なくならないですけどね。あれついに解散ですか。いや、しないしないしない、これからの、これからの子たち次につなげるというね。はいはい、そんな感じで、もう声もガラガラでね、うん、今日も。そうだ、昨日ね、なんかもう本当にテレビで見ましたけど、ケーブルテレビでも、はい、本当に綺麗な顔しとられますね、山根さん。あたいが、あたいがって、あれ山根さん、あれその系統、あたいが1年前はそんな感じじゃなかったですよ。そんな感じじゃないです。いや今振られたから。あ、そうそう、なるほど。踊り切ってね、なんか満足感あるような顔もありますし、なんかまだまだ踊れそうな顔してますよね。僕ですね、あたいが、あたいが、あの、1個言っていいですか。あたい、この後まだ踊るんです。まだありますか、はい、これから7時半から。そうそうそう、はい、あ、じゃあまだ解散するわけにいかないですね。だから解散しないって。いやいやいやそんな、いきなり解散させない。言うよね。いや、やりきったということの証明をね。そうそうそう、まあね、あの、ちなみに今年苦労した点とかありますか。そうですね、まあいろいろありましたけど、まあ声出しももちろんだし、うんうんうん、そのまあ笑顔で踊るっていうの本当にしんどいですけど、笑顔をキープっていうのは大変難しくって、うん、あ、顔、表情っていうのも大切なんですね。いや本当にもうこことここ縫い付けようかと思ったぐらい、この口角を口角ね、上げてね。ちょっとでも男性陣の方たちのね、後ろにいらっしゃいますけども、はい、こうさんでしたっけ。どっから話が出てきた。はい、笑顔でした。もうでも、あの、本当引きつっとったと思いますね。もう本当無理してました。今若干引きつってますけどね。はいはい、もう、ちょっと待って、上田さん急に振りすぎ、振りすぎ、めっちゃ攻めるやりにくくなる。まあ、突然振りますから、ええ、急に行くからね。何事も慣れとかね、準備しとかないと。あ、なるほどね。踊りもそうですよね、山根さん、やっぱり本当ありがたいですね。いつこわっと鳴っても、音が鳴ってもすぐ踊れるように。本当におっしゃる通りだね。怒られる。ありがとうございます、本当に。ここで、ここでね、そうね、ちょっとやって、メンタル痛あのね、踊る前に疲れさせない、はい、でも私、この連覇するっていうのはなかなかできないことですよ。しかもね、3連覇なんですよ。で、2連覇も難しかったんですよね。そうですね。で、そこからもう1年ですから、はい、だって平安高校負けちゃいましたからね。そういう話じゃない。やっぱ連覇難しいですよね。時事ネタ、時事ネタ。そう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 、まあ、大阪桐蔭勝ちましたけどね。そうそう、まあ、高校野球もちょっと置いといてもらって。めっちゃ好き、明日八津高校ですからね。そうそう、生放送ですから、明日八津高校ね。、はい、そうそうそう、角野立てとね。そうですね。そうそうそう、まあ、それはいいんですけど、県立高校同士。何を聞こうと思ったか忘れちゃうんじゃないですか。そうですね。いや、連覇は大変と。そうそうそう、3連覇の、はい、
まあ秘訣じゃないですけど、秘訣ですか、うん、こう去年からこうモチベーションを持ち続けたのはどういうところなんですか。まあそのまあ1年間ってまあ1年間練習するんですけども、やっぱり練習だけではちょっとモチベーションが上がらないので、うん、あのまあイベントとか間挟んだりとか、それでまあ一個ずつ目標を決めてやったりしたのかな。イベントにお出になったんですか。はい、イベントにお出になった。はい、いろいろちょっと出させていただきまして、で踊られてそこで。はい、そうです、そうです。はあ、じゃあこれ結束力高まったでしょうね。そうですね、多分飲み会で去年もその話ガラガラで、それでやっぱりね、去年もその話しましたね。確かね、昨日もどんちゃんでも相当どんちゃんしたんですか。また来た、彼の方がめっちゃ、じゃあセリナさんでしたか。違います、ブマーヌです。ブマーヌさん盛り上がりました昨日は。あの初っ端で潰れてしまいました。盛り上がりを知らない男でしたね。大丈夫、今日大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。ちょっと二日酔い気味ですか。若干この時間でもねえ、ちょっと飲みすぎてちょっとむくんじゃったもんね、体が。なるほど、体脂肪率がね40、そんなないですか。昨日までは大丈夫だったんですね。大丈夫だった、ちょっとね、ちょっとむくんじゃったんですけど、むくみが出てしまった。いやでもむくぐらいがいいんですよ。そうそうそう、さあということで、はい、じゃあこの後、まあ、いよいよね、その最後の踊りが、今年最後の踊りが披露ということになるわけなんですが、はい、ぜひあのリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。はい、それではガリョウ転生、まあ今日もですけども、また今日を境にまた明後日ぐらいから練習を再開して、また来年に向けて、シャンシャン祭りに向けて頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ガリョウ転生さん、この後7時半から、はい、はい、踊り披露ということになりますので、注目ですね。そう、最後のね踊りをぜひとも皆さんご堪能いただきたいと思います。あのガリョウ転生さん、すごいのは掛け声が皆さんすごい鋭く決まるんですよ。やっぱ飲み会してますからね。そっちか、乾杯の時はやっぱすごいですからね。そっちじゃないの、息ぴったり。それでやっぱりね、皆さんね、乗らなくていいですよ、乗らなくていいですよ。はい、ということで7時半から皆さんぜひお楽しみいただきたいと思います。ということで、ガリョウ転生の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、おめでとうございました。はい、ありがとうございます。ラディオブルースペシャルプログラム、市民の寮花火大会 with Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Special Program. Live from 市民の寮花火大会 with Ustream and FM Radio。さあ時刻は7時5分へと向かっています。レディオバードスペシャルプログラムアラウンドザ鳥取ライブフロム市民の寮花火大会、こちらの仙台ガーラスポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。さあそして上田さん、はい、こちらのスタジオはまたまた賑やかなことになりますよ。温度上がりましたね。 24.4 度。そう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 、 0.1 度上がりましたね。なんででしょうこれは。微妙。いや微妙ってやっぱり、はい、これはやっぱりすごい方が来られたんですよ。そうなんです、今年の実はですね、はい、シャンシャン笠踊り総踊りはですねグランプリ団体が2連。あ、2連。そうなんです、2つのグループが、受賞されておりまして、先ほどね、有名なねガリオ天聖さん来られましたけども、そうそうそう、はい、もう1つあるわけですね。もう1つあるんです。今年初受賞です。2回目、3回目で3回目、うん、はあ、ということでご紹介したいと思います。姉妹連の皆さんです。姉妹連さん、おめでとうございます。姉妹連です。 0.1 度上げました姉妹連です。ありがとうございます。お名前お願いします。福田と言います。はい、福田さんよろしくお願いします。これ姉妹連の皆さんはでも今日は4人でいらっしゃいますけど、これ全員姉妹なんですか皆さん。ですねそういうのがね来ると思いましたよ、はい。これ聞いとかないと女性の方いらっしゃいますから。そうそうそう、皆さんご姉妹。ここは姉妹です。で あと2人、リアル姉妹、はい、はい、実際は4姉妹で、あと2人いるんですけど、で4姉妹が中心になって立ち上げた連です。おお、あ、それで姉妹連、まあ、なんとも普通の名前でございますけどね。そんなこと言わない、そんなことよ、びっくりした今。いやいや、でも意味があるわけですね。そう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 、でもその4姉妹の方たちがまず中心となってやることでやっぱり結束力がねギュッと固まるわけですよ、ね、でもそっから広がったわけですよね。でこうやってグランプリ、そうですよ、ね、まあ自信はもう奥田さんあったでしょ。ありましたね。ほらありましたね。なんか悠々とちょっとねドヤ顔的なものがありました。うちしかないなぐらいには思ってましたけど、うん、でも本当は相当練習されたんでしょ。めっちゃしんどかったですね。今なんかちょっとねリアルな感想、すごいリアルな感想でしたね。だいたい練習しだして3ヶ月ぐらい、うん、嫌いになりましたもん僕。元から嫌いだったんじゃないですか。まあそれもちょっとある。それがまあ増幅した。すいません、女性の方の意見を聞いてもいいですか。もちろん聞きましょう。じゃあちょっとその姉妹連のスタートのお二人で、どちらがお姉様ですか。はい、あ、お姉様、お名前なんておっしゃるんですか。みゆきです。みゆきさん、みゆきさん。そして妹さんは。なおみです。なおみさん、みゆきなおみ、どうつなげるか悩みましたけど、はい、つながりませんね。無理やりつなげようとしなくていいです。みゆきさんどうですか練習は。練習はそうですね、早い人は3月ぐらいから始めてて、うん、だんだん、でもその人数集まってくるのはもう6月ぐらいからみっちり練習してきました、うん、はい、はい、じゃあでは2ヶ月ちょっとっていう感じですかね。早かったら入ってすぐの人は、まあ、2ヶ月ぐらいで本番迎えた人も中にはいます、やっぱそれだけね、うん、詰め込んでやっぱ練習しようと思うと厳しくなるわけですよ福田さん。なるほど、なるほど。なんか本当疲れてますね福田さんね。もうね、本当昨日しんどくてしんどくてやりきったとも、もう本当に疲れた、やりきりましたね、疲れました。でもすごい元気だったじゃないですか昨日。元気でしたよ、うん、もうどうにかして盛り上げようと。やっぱりね、もう昨日踊って打ち上げで終わっちゃったんですよ。そう、打ち上げが一番楽しかった。あ、やっぱりみゆきさん一番踊るよりも打ち上げですか。あの半分打ち上げが目的なところもみゆきさん、ちょっと後で代表に報告しときます。多分福田さん今日が最後のご出演かもしれませんが、ね、来年はもうここにはね来れないかと。そんなこと言わない。もうガリュー天才に入られるって聞いてますけど僕。え、あ、それはなし。ちょっと、ま、だちょっと待って、あんまり、すいません、不穏な空気を出さないでください。踊る前に温度が今若干下がってませんね。大丈夫です、はいはい、でも本当ね、このやっぱりグランプリ取るためっていうのは皆さんもう目標の方たくさんいらっしゃるわけですけども、そうですそうです、もう取った瞬間っていうのはやっぱり嬉しさを。いや、すごかったですね。すごかった、うん、まさかまさか取れるとは。なんか最初とかなり矛盾してますね。そうですね、なんか最初当たり前と言いながら実はまさかだった。まあちょっと強がりですよね、男の強がり、ね、相当人生経験したんですかね。こういう時はね、女性の方に聞いた方がね、ちょっ と、 ね、もう一人の女性の方に。そうそうそう、ナオミさんに。はい、ナオミさん、おめでとうございます。ありがとうございます。自信は終わりになったんですか。
いや、少しだけ控えめ。なんかちょっと可愛く言いましたね。でも嬉しかったんじゃないですか、やっぱり。はい、すごい嬉しかったです。昨日はじゃあみんなで盛り上がりました。はい、姉妹で盛り上がりました。あ、姉妹で。他の人は入ってない。はい。すごい、でも仲いいんですね、4姉妹。仲いいですね。はい、チームみんな仲いいです。でもね、今日はその福田さんの後ろにも男性の方いらっしゃいますけど。そうなんです、ちょっとお名前聞きましょうね。板倉って言います。板倉さん。あら、名字で言っちゃいましたね。いい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あの、板倉さんどうでした、練習とか。まあ、そうですね、僕も初めて参加させてもらって、まあ、旬も言ってた、福田も言ってたんですけど、すっごい楽って、でもすっごい楽しかったんで、本当いい思い出です。もう踊りがスタートしたら、もう最後まで一気にダッといったって感じですか。もう駆け抜けたって感じですか、本当に。駆け抜けた、なんかちょっと親父的なコメントでしたもんね。まあ青春真っ只中っていう。まあ高校野球やってますからね、今。いやいやいや、高校野球あんま関係ない。はい、あの、じゃあちょっと一言ずつなんですけど、はい、この後の踊りへの意気込みをちょっと聞いていきたいなと思います。福田さん最後にしよう、はい、ね、はいはい、では踊りの意気込みを、うん、はい、グランプリを取ったということですので、それらしい踊りを皆さんに見せて、皆さんに楽しんでもらえる踊りを披露したいと思います。はい、そしていきましょう。皆さんに、見ている皆さんに、感動していただけるような舞台にできたらと思います。はい、さあそして、はい、まあ、その美雪さんも言っておられたんですけど、そのグランプリを取れたということで、まあ、楽しく笑顔でそれらしい踊りができたらなって思います。さあ福田さん、はい、皆さん本当にもういいコメント、もうあなたにかかってますよ。だから一番最初に喋ろうと思ったのに。段取りがなんか段取りが。まあそれが放送というものでございます。そうですね、グランプリをもう取ったので、僕らの底力と言いましょうか、ですね、もう元気いっぱい笑顔で見てるお客さんの皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいなとは思いますね。お客様を楽しませる、楽しませたいですね。なんかちょっとプロの領域に入ってませんか、それは。すごいいいコメントですよ。お、腕があるからと。映ってない、映ってない、真ん中に来ない。映ってたよ、映ってたよ、大丈夫、大丈夫。そんなショートなもんで。さすがハイビジョン、横長ですから。さあ、ということで、この後、先ほどの中寮先生さんと一緒に7時半から、はい、少し早まるかもしれないというお話なんですけど、はい、披露がありますので、ぜひ皆さんには頑張っていただきたいと思います。姉妹連さん楽しみでございますね。はい、ということで、ここまでは姉妹連の皆さんにお越しいただきました。この後頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。Radio Bird Special Program. Special Program. Live from 市民の寮花火大会。
Radio Bird Special Program. Special Program. Live from 市民の寮花火大会。さあ時刻は7時15分へと向かっています。もう番組スタートして45分ですよ。いやかなり上がってきてますよ、ね、もう立ちましたね。だって気温も 24.6 度、はい、0.2 度アップ。そうなんです、ね、さあということでレディオバードスペシャルプログラムアラウンドザ鳥取ライブフロム市民農業花火大会、仙台ガーラスポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。やっております。さあそしてうてさん再びこちらの特設スタジオ、はい、華やかなことになりました。待っておりましたこのコーナーをそうでしょうね。まあそうでしょうね。ごめんなさい、横にいるのが私で。何言ってんですか、もう宝石を買おうと誓ったんじゃないですか。あ、そうですそうです、はい、まあまあそれを置いといて。あ、宝石屋さんでね。そうそうそう、はい、あそこでね、夜店でね。そうそうそう、はい、ということでご紹介したいと思います。鳥取シャンシャン鈴音大使の4名にお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。お揃いの浴衣でいいですね、シャンシャン鈴音大使。はい、じゃあちょっとね、あの上田さんの後ろにいらっしゃる2名の方からお名前を自己紹介していただきましょう、はい、お願いします。はい、第16代鳥取シャンシャン鈴音大使の田中里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく第16代鈴音大使の両家真里奈と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、私の後ろのお二人になります。では行きましょう。はい、同じく第16代鳥取シャンシャン鈴音大使の小森七瀬と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、同じく第16代鈴音大使の福田沙織と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや16代ですからね。そうですよ、ね、で今年は4名ということで、もう非常に華やかなことになっているわけなんですけれども、もう花火大会にもぴったりでございます ね、うん、ね、皆さん。そうなんです。でそして鈴音大使さんといえば、はい、やはり昨日の総踊りやってらっしゃいました ね、もうほぼデビューと言ってもいいんじゃないかと思うぐらいの大きな舞台だと思うんですけれども、初めてこの参加したって方もいらっしゃるわけですよね。もしかしていらっしゃいます、皆さん。あ、めみらさん、あ、三平さん、一人覗いて三名のこと初めて。じゃあちょっと聞いてみましょうか、感想など。どうでしたか、じゃあちょっとお願いいたします。トンカさん、ね、初めてで、なんていうんですか、このなんていうんだろうな、すごい伊勢海老がすごくてびっくりしました。皆さんと踊れたことに対して踊っててもやっぱり綺麗だなっていうのを感じますか、はいはい、ね、目線がね、はい、踊り手の皆さんと同じ目線になりますからね、はい、鈴音大使さん前で踊られるので。あ、そうですね、そうそうそう、なので傘の位置とかもね、はい、やっぱり綺麗に見えるのかなっていう感じも、はい、からもよく見えましたね。え、涼介さんは。私は去年テレビで見てた時には気づかなかったんですけど、うん、実際あんなに汗をかきながらものすごく頑張って踊ってられることに本当に驚いて、皆さん本当にすごいなと思いました。あの間近で見てたら汗をかくんですよこれそう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 、かっこいいですよね。でもね、すごくかっこよかったです、うん、あのね、傘踊りって実は重要なのがね、はい、鈴の音っていうぐらいですからね、シャンと音が鳴らなきゃいけない。そうですよね、だ止めるでしょ、うん、グッとこう手で、うん、ここにね特に力が入るんですよ。そうそう、止めないと鳴らないんですよね、ちゃんとね、だからダメなんですよ、ね、その辺もやっぱり綺麗でしたよ本当に。そうで、やっぱりこう鳴らそうと思うとね、その辺の力加減もすごい重要になりますね。で傘も回しますしね、重労働なんですよね、はい、重労働っていうのもまた ね、 ちょっとね、まあ、ね、気持ちよくね、年齢バレましたけどね、その世代でございます。小森さんどうでしょうか。はい、今年は過去最多の4000人以上の踊り子たちがいて、もうみんな団結していてすごく楽しかったですね。はい、楽しかった、うん、まあ、これやっぱり重要なことですよ、楽しむっていうのは。そう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 。さあそして福田さん。そうですね、体中が痛くなるくらい本当に一生懸命踊ったんですけれども、みんなで一体感を体感できて本当に感動しました。ちなみに福田さんは何回目だったんですか。参加したのは初めてですね。あ、そうなんですね、はい、あ、踊ったことはあるけど参加は初めてだ。そうですね、はい、なるほどね。やっぱりでもまあ、みんなの中にこう入って踊るのと実際に普通に踊るのとでは全然違いました。そうですね、やっぱり一体感というものをしっかり感じられたので、うん、はい、とても感動しました。はい、ということで、まあ、今回はね、この一体感といえばギネスに挑戦というのがありましたから、うん、そうですよ、これはだから皆さん余計というか、まあね、よりまたアップして一体感というのを感じたんじゃないですかね。うん、ちょっとその辺もじゃあお伺いしましょうか。ギネスの時は踊ってらっしゃったんですか皆さんは。踊ってました、はい、皆さんと一緒になって。あれ、かなり緊張しませんでしたギネスの時は。そうですね、やっぱり審査っていうか、あのギネスの方もおられたのでね、やっぱりそうですね、皆さんと一緒に揃うのを頑張りました。はい、そして涼介さんはどうでした。あ、私も
前と後ろの方と頑張りましょうねと言いながら、はい、一緒にあのお互いに励まし合って、なるほど、はい、なんかそういうのも、ね、踊らせていただきました。素敵ですよね、はい、そういう一体感もあるわけだ、はい、これはすごくあの初めてお会いした方々でしたけども、はい、応援してくださって嬉しかったです。シャンシャン祭りってのは人との出会いっていうのもあるんですね。ありますあります、絶対ありますよ。これいいことですね、うん、だって他の例の方ともやっぱ仲良くなられたりとかも、ね、まあ、もちろんありますからね。そしてギネスの、ね、発表が途中であったわけでしょ。これも聞い取られた時はどうですか、感動されましたか。やっぱりすごいいきなりだったんですけど、あれいきなりでしたよね、はい、踊ってる時にすごい発表があって驚いたんですけど、みんなでこの同じ連の方と喜びを分かっちゃいました、ね、またこれがね、あの発表した方があの、カザフスタンの方でございましたけど日本語流暢でねそうそうびっくりしましたね。私実は前すれ違ったんですけどね、ああそうなんですか、この方が発表されることだったら本当綺麗な日本語でね、そうおめでとうございました達成しました、うん、そうそう達成って言うとは思ってなかったですよね。意外なぐらいね上手な日本語で やっぱりギネスの方すごいですよ。福田さんどうでしたか。ギネスですか、うん、そうですね、あの初めてギネス記録に挑戦することにも立ち会ったんですけれども、とても新鮮でしたし、達成できたということで本当に貴重な経験をさせていただけたなと思っております。はい、だって今日ね、あのヤフーニュースのトップに出てましたからね。そうですよ朝、あの昨日の夜も出てましたよ、もう、あ夜も、うん、出てました、ちゃんとニュースで。じゃあ朝遅かったんですね皆さんちょっとね、皆さんがお寝坊だった感じ。あの夜寝るものでございます。そうそうそう、今日は寝ません、今日ラジオですからね。そうですよ、まあ、8時半まで頑張ってください。いやもっとしますさあそして、シャンシャンスの太子さんは、はい、ここから1年かけて鳥取市を PR するという大切なお仕事がまだ待ってるわけなんですよ。ある意味これから本番ってこともあるのかな。そうなので、その辺のお話もね、ちょっと一言ずつ皆さんに意気込みを最後にお伺いしたいなと。大きさですね、うん、鳥取のだってもう PR する最前線でいらっしゃいますからね。そうそうそう、ちょっとじゃあさっきからずっとこっちからなので福田さんからいきましょう最後ね、ちょっと迷いながらねおしゃべりされてるんで。鳥取の PR、 はいはい、そうですね、各地にたくさん行かせていただける機会をいただけたので、県外の方の鳥取に対するイメージとかも大切にしつつ、まだまだ知らないであろう鳥取の魅力もたくさん伝えていけたらなと思っております。はい、わかりました。そして小森さん、はい、私の後ろにいらっしゃいますがはい、これからたくさんのイベントに参加させていただくと思うんですけど、自分がイベントに参加して感じた鳥取の魅力を一人でも多くの方に伝えていけたらなと思っております。はい、この声で言ったらもう大変なことになりますよ。どうなりますか。ファンの方急増でございますよ。びっくりした、はい、いや男にとってはね、いい声でございますね。はい、そして涼介さん、はい、私もせっかくシャンシャン祭りにあの参加させていただいたので、もう本当に楽しかったですし、その、思い出も交えて PR をしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします、はい、そして、はい、鳥取市のためにもたくさんの方に鳥取市を知っていただくように PR してまいりたいと思います。はい、なんと美しいね、鳥取市のためにもそう、いやもう将来政治家ですかあんまり選挙にご興味ない、まあそうでしょうねそこまでは、まあ、あの鳥取市のために頑張ってくださる皆さんですから、ね、本当にも最前線ですからね。そうなんですよ、もう大丈夫ですよ、でもこの4名がいらっしゃったら、うもう本当にあの鳥取市の顔といっても過言ではない4名の方ですのでね。いや大きな顔で、うん、みんな小顔ですけど本当ね、そう大きな顔で小顔で頑張るっていうね、どうなんだっていう話もあります。いやこれは矛盾してません大丈夫ですか、はい、ということでぜひともね頑張っていただきたいと思います。そうでございます、はい、ということでここまでの時間はシャンシャン鈴音大使の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。今後ともお願いします。Radio Bird Special Program Live from 市民の寮花火大会 With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Special Program. Live from 市民の寮花火大会。さあ時刻は7時27分を回りました。レディオバードスペシャルプログラムアラウンドザ鳥取ライブプロム市民納涼花火大会ということで、ここ千代ヶ原スポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。さあ上田さん、ステージイベントが非常に盛り上がったことにかなりね皆さんも熱気、いやそしてねやっぱ美しいですね。はい、ステージね今ね鈴子踊りが繰り広げられているんですが、実はこちらのスタジオにも可愛いゲストをお招きしてますよ。いやかなりスーパーゲストですよ。そうですよ、はい、ご紹介いたしましょうね。夢キッズ花火絵画コンクールのグランプリを獲得されました、はい、まずは藤原愛ちゃんです。こんばんは。こんばんは。はい、そして私のお隣です、田村レアンちゃんです。こんばんは。こんばんは。はい、ということで今日は可愛い浴衣で二人とも来ていただきました、ね、さあでもね、愛ちゃんどうでした、受賞になった時は。びっくりして嬉しかったです。はい、もう元気に答えてくれました。びっくりしてでも嬉しかった、うん、夏休みの思い出ができたような感じですね。そうです、ね、愛ちゃんの作品は笑う猫、笑う猫、うん、という作品なんですよ。猫っていつも笑ってますか。笑ってない時もあるけど笑う猫を描きました。はい、ニコニコして見えた時を描いてくれたんですよね。笑った猫は可愛かったですか。はい、可愛かったです。あなたの方が可愛いですから。可愛い、本当可愛い。さあそしてレアンちゃんにもちょっとお話を聞きたいと思います、ね、レアンちゃんの作品は4色の朝顔目という作品なんですが、朝顔は1色のお花なんですけど、なぜ4色にしたんですか。そう、カラフルな朝顔が上がったらみんなが楽しんでくれると思ったからです。はい、はい、もうみんなのことを考えて。これはね、なかなか意味のある作品ですね。そう、ちょっとちなみに何色があるのか聞いてみましょうか。そうですね、うん、4色は何色を選んでくれたんですか。ピンクと黄緑と黄色とオレンジを選びました。はい、どれもレアンちゃんの好きな色。明るい色を選んでくれたのかな、はい、さあということででもね、描いててどうでした、楽しかったですか。楽しかったです。ちなみに2人とも絵を描くのは好きなんですか。好きです。図工好き。図工好き。好きです。でもね、絵を描いてるとき楽しいですもんね。はい、うん、図工好きです。図工好き。絵を描くのやっぱりね、結構お子さんとかってカラフルな色をたくさん使って描いてくださるので、なんか去年もね花火師さんの方が色使いがすごく綺麗でっていうお話されてたじゃないですか、はい、それにね、うん、時に大胆なんですよね。そう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 、これがまた花火にね合うわけですよ。そうですからね、これからこの後花火が実際にね、そう、打ち上がるわけなんですけど、ちょっとどんなところが楽しみかも聞いてみましょうか。だって作者の方ですからね。じゃあちょっと愛ちゃんから聞いてみましょうか、うん、これから花火上がるけど楽しみ。はい、楽しみです。どんな風に上がってほしいですか。まっすぐ上がってほしいです。いいですね。ちょっといいですね。まっすぐ多分上がりますよ。はい、りあんちゃんはどうですか。綺麗に上がって4色綺麗に出るといいですね。さあということで、はい、まあ、2人ともね今夏休みなわけですよ。そうですね、そう、もう夏休みも8月の後半入ってますからね、うん、そうそう、ちょっと夏休みのこと聞いてみませんか。私たちも子供の頃に戻って、じゃあ一番今気になる宿題の進捗状況を。シビアだな。いやこれやっぱり、ね、これお母様方お父様方も気になるわけですから。なるほど。おじい様おばあ様も含めて、はい、じゃあちょっと愛ちゃんからいこうか。愛ちゃん宿題の進捗どうですか。進捗って分かんないですからね。進み具合はまだ直しが終わっていません。直し、何の直し。夏休みのプリントの直しです。えらい。でももう直しまで来てるわけですから、一回やってるわけですよ。やりますね、さすが。うん、レアンちゃんは宿題どうですか。宿題は全部終わったけど丸付けがまだ。自分に丸付けするの。お母さんとかに、うん、じゃあそこからじゃあ愛ちゃんみたいに直しが入るのかな。たくさんありました。
まあ、直しが入るってもなんかちょっと業界的な言葉ですけどね。そうでもね、レナちゃんね、全部終わってるんですよ、宿題。これはね、本当にやっぱりね、鏡でございますよ。じゃあ夏休みの思い出。あ、これも気になる。もうやっぱ海とか山とかたくさん行ったかな。あいちゃん、今日姫路から帰ってきたばっかりです。姫路どこ行ってたの？おばあちゃん家に行ってました。そうなんだ。あ、そうなんだ。じゃあお盆はおばあちゃん家で過ごしたのかな。はい、おばあちゃん家で過ごしました。何したの？花札をしました。花札、なかなかのこれ将来楽しみでございますね。渋い。ちょっと女流クイーンのような感じもしますね。いいですね。狙っていただき、狙っていただきたい。そしてレアンちゃんは夏休みはどうしてましたか？学童で大山にキャンプに行きました。おー、いいね。キャンプで何したの？カレーを作ったり、フリスビーで遊んだりしました。カレー美味しかった？はい。まあやっぱりキャンプといえばみんなで食べるカレーも美味しかったんですよね。自分で作るんですか、カレーは？はい。野菜切ったり？野菜を切ったりして作ったり、あの、何、ルーを入れたりしたりしていました。かなり具体的ですね、うん、そうそう、じゃあちゃんと自分で作ったんですよ。じゃあ今度はもう自分でお家でカレー作れそう？ちょっと分からん。手伝ってもらったらできそうかな。はい、まあ来年大丈夫ですよ。もう花火ドーンって上がりますから。そうそう、あの、お母さんと一緒にね。そう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 、うん、キッチンに立つのもいいかもしれない。みんなでね、いや家族みんなでね、仲間で立ちたいですね、はい、そうそうそう、はい、ということで、この後じゃあ花火が上がりますので、お二人とも楽しみにしててくださいね。楽しみにしてみてください。はい、ということで可愛いゲストにお越しいただきました。夢キッズ花火絵画コンクールのグランプリを受賞しました、藤原愛ちゃんと田村レアンちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Radio Bird Special Program Live from 市民の寮花火大会 With Ustream and FM Radio。
Radio Bird Special Program. Live from 市民の寮花火大会 with Ustream and FM Radio。さあ時刻は7時37分30秒を回りました。はい。レディオバードスペシャルプログラムアラウンドザ鳥取ライブフロム市民の寮花火大会ということで、仙台ガーラスポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。さあそしてこちらのスタジオにはこの方にお越しいただきました。やっぱりシャンシャン祭りといえばでございますから。そうです、はい。シャンシャン祭り振興会今日は会長でいらっしゃいます、深澤鳥取市長です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。こんばんは。まずは深澤市長、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ギネス認定されました。これは本当やっちゃいましたねそうですね、認定いただきまして本当に安心しました安心ですか。でもなんかちょっとね、先ほどちらっとお話をお伺いしてると、はい、すごく審査の基準が厳しかったんですよね、はい、世界記録ということで、認定基準が大変厳しいですね。どんな基準があるんですか。はい、5分間以上きちっと踊りが揃っていかね、ないといけないということと、はい、それから、服装も祭りの服装という、祭りの服装、はい、それからちゃんと人数がカウントされているという、人数のカウント、はい、非常に厳しい認定基準があります。これ人数っていうのはかなりこれもう厳密に行うわけですよね、はいはい、カウンターでカウントして、カウンターで、はい、でしかもなんかこれ踊ってる途中に新しい方が入れないわけですよね、はいはい、入れます。でレーンを横切られても NG と。これはかなりじゃあもう綿密にしないといけませんけど、よくじゃあ本当あの時揃いましたね。そうですね、まあ本当にね、同時に同じ場所で同じ振り付けで5分以上っていうのが一応の規定らしいんですけど、はい、そこからもさらに細かくいろんな規定が加わっていくと、はいはい、まだあるんですか。そういうことになって、先ほどのその横切っちゃダメとか、なるほど、うん、っていうのが入ってくるということで、はい、これ深田市長、はい、あまり参加人数が多すぎてもダメなんですか。そうですね、以前はルーマニアの1461人が世界記録だったんですが、でしたよね、はい、まあ、これを上回る1688人で達成できましたので良かったと思います。人数が多すぎるとちょっと大変ですね。あ、でもこれ本当に最初にでもこれギネスに挑戦しようと聞いたとき市長はどう思われたんですか。はい、最初はまあいけるかなと思ったんですが聞いてるうちにすごい認定基準が厳しくて、これをクリアするの大変だなと思いました。じゃあもう本当当日のあの瞬間まで大丈夫かなっていうようなことがどっかあったんですか。はい、発表まで大丈夫かなという発表までもうじゃあ踊ってらっしゃる間中もう市長はヒヤ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 されてたと。ね、なんか深澤市長と言いますとね、結構笑顔である意味なんか動じないタイプかと思ったんですけど、そうそう、なんかこう落ち着いてね、結構内心は大変緊張しましたそうですか、お疲れ様でございました。じゃあそれゆえやっぱりあの発表の瞬間っていうのはちょっとものすごいこうわっとなったじゃないですか。大変嬉しかったですね、皆さんとこう喜びを分かち合うことができて、最高でした。これ鳥取市民もやっぱりやればすごいことドーンとできそうですね。そうですね、やればできるということをみんなでこう実感することができました。はい、これなんか昨日その認定員の方が非常になんか人気のある記録だとおっしゃってましたんで、はい、アンブレラダンスはね、またですからこれ更新もということもあり得るわけですか。はいはい、非常に人気のある種目って言いますかね、でして、過去7回世界記録が更新されてる、うん、あ、そんなに。だってルーマニアの記録も実は2011年のものなんですよ。比較的新しいんですよ。そうですね、うん、ですから3年後にさらに更新ということになりましたので、はい、ここからまだまだライバルがまだまだこれちょっと深澤市長、今度ルーマニアの方もお越しになるんじゃないですかこれはなんかでもね、国際交流じゃありませんけど、はい、ルーマニアの人と合わせて踊ってっていうのもね、なんかできると非常に楽しいかなとかね、はい、日本の祭りから世界の祭り、そうですよ、飛躍するきっかけになると思います、うん、アンブレラつながりでとかね、はい、いやこれはなかなかないですからね、祭りがつながるっていうのが意外と、うん、そうそう、これは面白いですよね。ぜひちょっと、はい、ルーマニアとの交流というのもよろしくお願いします。ドイツのハーナは鳥取市とね、姉妹と姉妹交流してますけども、はい、ルーマニアもブカレストと一緒に、はい、そう、アンブレラダンスでつながろうという感じ で、アンブレラでつながり、アンブレラでよろしいわけですねこれは。そうそうそう、いいかもしれませんね。でちなみに今回は市長、第50回の記念のお祭りということで、はいはい、お祭りご覧になっててどう感じられました。はい、そうですね、
過去最高の113連、はい、4200名の多くの踊り子連の皆様にご参加いただきまして、街が大変盛り上がったと思います。そうでしたよね。今年は例年にましてね、皆さんの出足が早かったような気がするんですね。そうです、技術もありましたし、なんかあの昨日の鳥取駅前はもう11時ぐらいから非常にたくさんの人がね繰り出されてて、あの昨日今年私ねちょっと仕事してたんですが、はい、もうお昼ぐらいからですね、なんかもう仕事どころじゃないような気分になってまいりましてですね、街が本当盛り上がってましたよ ね、 そうですね、はい、非常に盛り上がりました、はい、あとあのねシャンシャンウィークということで、はい、その前後も ね、 そうですね、非常にいろんなイベントも、はい、たくさんありました。ちょっとあの台風でね、はい、前半戦が苦しいかなという感じ。いやでももう昨日のクライマックス踊りで言えばですよ、そして今日これから花火でございますから、はい、ある意味もうウィーク中は深田市長もなんかお祭りっていう感じでございましたか。そうですね、もうテンションが上がってきましたので1週間通してちょっとでもそういうのって街の賑わいに大事なことですよね。そうですね、やはり、鳥取もこれから大いに最後まで盛り上がっていきたいと思います。なるほど、なんかそのね、あの人の活力になるっていうのはね、はい、やっぱりこうお祭りの必要な要素の一つでもありますから ね、 ね、うん、特にこのシャンシャン祭りは一斉踊りですから心を一つにしないといい踊りができませんので、うん、そうですよね。さっきもあの大使の方が言っておられましたけど、本当に一体感があったということでございましたから、一斉美というのも ね、 もちろんありますしね。であの同じ道具を持ってやっぱりこう同じ振り付けでっていうのがね、はい、やっぱりその他の連とも合わせてこう一体感が生まれるのかもしれませんね。それがまあ今回世界に行ったわけですから、そうです、これも岡田市を世界の祭りともう呼んでよろしいですか。そうですね、これを契機に世界に飛躍をしていきたいと思います。わかりました、了解しました。これシャンシャンというのが世界共通語になるかもしれませんよ。これでもいいかもしれませんね、わかりやすいですもん ね、 ね、鳥取コールシャンシャン、うん、いいいいですね、はい、ということで、ではあのラジオを聴きの皆さんに最後になりますが、座長メッセージをお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。第50回シャンシャン祭りを本当に多くの皆様に盛り上げていただきまして、心より感謝を申し上げます。ギネス世界記録も認定されました。これを契機にして日本の祭りから世界の祭りに飛躍をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はいはい、わかりました。ということでここまでのお時間は鳥取シャンシャン祭り振興会、今日は会長でそうでございます、いらっしゃいます、世界の会長なのそうです。深澤芳彦鳥取市長にお越しいただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ラディオバードスペシャルプログラム、スペシャルプログラム、ライブフロム市民の寮花火大会。
Radio Bird Special Program. Special Program. Live from 市民の寮花火大会。さあ、レディオバードスペシャルプログラムアラウンドザ鳥取ライブフロム市民の寮花火大会ということで、仙台ガーラスポーツ広場にあります特設スタジオからの公開生放送をお届け中です。いやー、いい感じになってきましたよ高田さん。はい、なんと言いましょうか、花火がね、まあ、あと約10分後に上がるわけでございますが、予定で、はい、雨は止みました。はい、そしてね、なんかちょっと涼しい。そう、いい風がね吹いてるので、多分これ上空に行くともう少し風吹くんじゃないですか。でしょうね、うん、すると煙がね、去年みたいに、そうだそう、クリーンにしてくれるわけですよ。これは今日はある意味ちょっと絶好の花火日和というかね、うん、いいかもしれないですよね。本当に今からでもまだ間に合いますからね。はい、あと10分ありますので、大丈夫ですよ。はい、お越しいただきたいと思いますが、はい、ここで上田さん、もう一度交通情報をちょっと入れさせてくださいね。はい、ではお伝えしていきたいと思います。向かってる方もいらっしゃると思います。そうです、現在お車の方もいらっしゃるかと思いますので、まずはその方にお伝えしたいと思いますが、こちらの会場周辺仙台ガーラ市民スポーツ広場へお車でお越しになる方にお知らせさせていただきます。会場近くまで来られる方、会場周辺での路上駐車、それから違法駐車、こちらはまずおやめください。あ、これはダメでございます。よろしくお願いします。これ守違法駐車、そうです、もう駐車はなしと、うん、会場周辺、そうそうそう、はい、路上駐車も違法駐車もなしでお願いします。こちらの方絶対守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。そして、会場周辺の歩道橋なんですけども、こちらも、安全維持のために現在封鎖されております。歩道橋は通れないと。そうです、はい、はい、そのつもりでこちらにお越しいただきたいと思いますので、よろしくお願いしますね。それから自転車の方にお伝えいたします。はい、会場付近まで自転車で来ようかなという方いらっしゃるかと思いますが、まずは扶桑体育館の駐車場、こちらを目指してください。扶桑体育館駐車場、そうです。そこからその駐車場の一部が駐輪場として開放されていますので。なるほど、そうなんです。ということは、これまあ扶桑体育館まで来ればですね、うん、止められるということでございますね。そうそう、自転車はね、自転車は止められます。警備員の方に来ればいいわけですね。そうそうそう、はい、駐車場なんですけど、駐輪場として開放してますので、そこちょっと間違えないように。なるほど、はい、お車は止めることはできません。駐輪場です、あくまでも。そうです、そうです、はい、自転車の方は扶桑体育館の駐車場を目指していただいて、そこの一部の駐輪場をご利用いただきたいと思います。はい、扶桑体育館からここまで歩いてきても、あ、もうこれはね、うん、5分、まあ10分見とけば十分でございます。ですよね、はい、しかも今日ちょっと涼しいので、あ、気持ちいいじゃないですか。もちろん屋台もありますしね。そうそうそう、そう、お散歩がてらね、ぜひお越しいただきたいと思います。で、続けて歩いて来られる方へもご案内を出します。会場、花火大会の開催に伴いまして、午後9時30分頃まで、午後9時半頃まで会場周辺の一部の道路を歩行者専用道路として開放しています。なるほど、はい、歩行者天国になっているということですね。歩行者専用道路として開放していますので、ぜひこちらをご利用いただきたいと思うんですが、はい、こちらの歩行者専用道路は自転車の乗り入れはできません。そうなんです、これね、うん、ですから歩く方のみでございます。そうです、押して入るのもダメです。あ、もうダメですね、ダメと考えてください。ということは、もう自転車の方は扶桑体育館、そう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 、これですね、はい、歩く方は道路をもう歩行点のところ歩いてくると。そう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 、そういうことで、ちゃんと区分けをされてますので、安全にぜひぜひ気をつけてこちらまでお越しになっていただきたいと思います。はい、もう一度お伝えしますね。会場周辺はお車の方は路上駐車、違法駐車は絶対におやめください。できませんので、よろしくお願いします。あと、会場周辺の歩道橋が安全維持のために封鎖されていますので、ご注意ください。それから、自転車で会場付近にお越しの方は、扶桑体育館の駐車場、こちらの一部が駐輪場として開放されてますので、こちらご利用ください。で、歩いて来られる方は、会場周辺の一部の道路が午後9時30分頃まで歩行者専用道路として開放されておりますので、こちらをご利用ください。ただし、こちらの歩行者専用道路は自転車の乗り入れはできません、はい、こちらはご注意ください。さあ、そしてですね、もう一つ、歩いて行きたいんだけれどもという方いらっしゃると思いますが、実は駅からシャトルバスが出ております。これ便利ですね。うん、花火大会専用シャトルバスというのがありまして、駅というのは JR 鳥取駅でございますね。そうです、そうです、鳥取駅の鳥取バスターミナル、はい、我が社の本体があります。駅前でございます、鳥取駅前。そうそう、鳥取バスターミナルの0番乗り場から、出発しています鳥取駅ルート、こちらをご利用になってください。有料シャトルバス運行されております。はい、およそ10分間隔で料金が大人160円。これ10分間隔だったら、もうすぐ行ったら乗れるような感覚ですね。そう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 、だからもう次から次に出てますね。そうそう、ピストンで運行
行されてますので、はい、あのぜひぜひ、ね、こちらご利用になっていただきたいと思います。大人の料金160円ということです。鳥取バスターミナル0番乗り場から、花火大会の会場までのシャトルバス鳥取駅ルートというのがあります、はい、その他にも実はシャトルバスありますよ。まだありますか。はい、雲山日光バス停が、始発の雲山日光ルート、はい、これ一つ目で、稲葉ヶ丘バス停が始発の稲葉ヶ丘ルート、ほう、それから若葉台南1丁目バス停が始発の若葉台ルート、これ3つがあります。3つあるわけですね、はい、雲山ルート、うん、稲葉ヶ丘ですね。そうそう、稲葉ヶ丘ルート、そして、若葉台ルート、そうです、この3つがありますので、鳥取駅までは、まあ、このルートを利用しつつ、そうですね、うん、来ていただいて、駅から歩くのもよし、そのままシャトルバスに乗るのもよ よし、はい、ということになっておりますので、まだこれ十分間に合いますからね。そうそうそう、5分前ですけど、あの駅はまだね十分間に合います。駅前にいらっしゃる方、はい、まあ、ミスタードーナツのあたりにいらっしゃる方とかね、うちは慣れてます。具体的ですね。まあ中にはね、バード F の前にいらっしゃる方、そう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 、いらっしゃるんです。おられますよ。あとバードハットにいらっしゃる方 も、バードハットも大丈夫でございます、うん、いらっしゃるかもしれませんが、その方まだ間に合いますので大丈夫ですよ、まあ、歩きながら花火もね、そうです、上がってきますから、これまたいいんですよ。そうなんです、目の前にボンボンボンって上がってくるのがね、はい、そうです、そうです、だからその辺もねちょっと見ながら、そうそう、離れたとこからだんだん近づいてくるという、で最後フィナーレボン、そう、いいじゃないですか。素敵、ドラマチックです ね、ねえ、宝石屋さん出てますから、しかも屋台ね、宝石屋さんえらい食いつくな、そこに。いや、あれ何を宝石、本当のものがあったんですか。そう、さっきね、ちらっとね、うちのスタッフが写真撮ってきてくれたんですけど、あのね、すくえるらしいですよ、宝石を。え、宝石すくい初めてですね、私だからね、たまに持って帰られるかもよ、宝石が救える。そうです、これはちょっとチャンスでございますよ、はい、これ。そうなんです、なので、あのその辺のね、屋台も皆さんぜひ楽しみにしていただきながら、こちらに来ていただきたいと思いますが、上田さん、はい、そうこうしている間に政治上そろそろカウントダウンじゃないですか。あ、なんか中央には、あ、ちゃんとあのシャンシャン祭り振興会深澤市長、そしてその横、はい、あれはアートリピー、うん、そうです、そうです、そしてキッズたち、うん、なんかね、きらびやかな衣装の方もいらっしゃいますし、はい、いよいよですね。そうです、で、この後は先ほどもお話ししました北陸加工、今日の花火を担当してくださってます、はいはい、去年もね、登場していただきました北陸加工の久保田由紀子取締役専務にご登場いただきまして、花火の解説を、ちょっと今日のいらっしゃいませ。あ、今日の久保田さん違いますね、もう今の今までずっと現場にいらっしゃったという。はい、大丈夫です、はい、はい、ということで、ようこそお越しくださいました。お待ちしておりました。すいません、お待たせしました。いえいえ、今年もお世話になります。お願いします。さあ、久保田さん、今年の花火もう準備はバッチリでございますね。はい、頑張りました。本当に頑張られたんですね。そうなんです、今日はだから一番本当はね、オープニングの時に社長さんに出ていただこうかなと思ってたんですけど。あ、そうだったですね。そうなんです、でもね、もう準備が間に合うか間に合わないかがギリギリだったお話で、でもね、ここで合わせてくる、さすが花火師の方は違いますね。違います、我々なんかもう進行が行ったり来たりでございますからね。そうなんです、でもなんとか合わせてますよ、我々も。はい、ということで、そろそろカウントダウンに入りますが、はいはい、大変でした今日は。やっぱりそうですね、朝から雨でしたから泣きました。でもね、久保田さん、その雨も今止みました。そして風もなんかね、ちょうど少しいい感じになってまいりました。これは期待していいですか。期待しましょう。はい、期待してください。了解しました。はい、しかもあの気温もちょっと低めで、涼しいですよね。はい、今日は非常に見やすいんじゃないかと。本当に。さあ、花火打ち上げまで2分を切りました。今ゆめキッズのね、お子さんたちが、あ、さっきインタビューでね、2人答えてくれましたけど、はい、ね、彼女たちの花火も上がるわけですよね。久保田さん、はい、行きますか。大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。はい、ちょっとお出かけになります久保田さん、すいません。やっぱりこの瞬間でございますから。あの今年もね、あのちょっと出入りをしていただきながら、ね、私たちの隣で花火の解説をしていただくということになっておりますので。でも私たちもですね、まあ、席はもうこの花火の前でございますけど、今日も多くの方、これ何万人ですか、河川敷いらっしゃいますよ。そうなんですね、あのお天気がね結構心配と言いながら、すいません上田さん、いいですか。はい、あとうちのスタッフが陣取りました。あ、陣取った前に陣取りました。また得意のあれですか。そうです、花火鑑賞。去年号泣した、去年号泣したスタッフです。まあ、それだけ花火っていうのは人の心を動かすわけですよ。そうです、あのちなみに久保田さん、はい、今年の夢キッズ花火は
ご苦労された点とかありましたか。大変お待たせいたしました。ちょっと待ってくださいね、始まりますね。第61回市民納涼花火大会の点火式を取り行います。来ました。点火は鳥取シャンシャン祭り振興会の深澤会長です。それではカウントダウンを始めましょう。皆さんもご一緒にお願いします。はい、では去年と同じように私たちもいきますか。やりましょう。それではそれに皆さんご注目ください。それでは10からいきます。参りますよ。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。来ました。上がりましたね。上がりました。ちょっとおいきなりですよ。はい、大輪咲いてますね。いいですね。今年もカラフルな花火からスタートとなりましたが、いい音がしてます。最初からかなりの数上がってますね。いいですね。綺麗ですよ。今対岸から3箇所から花火が上がってます。左右そして中央にもドーンと上がってますね、で、ユーストリーム、それからラジオ局の皆さん、音がね聞こえてると思うんですけど、はい、この音がやっぱりね花火の醍醐味の一つですからね。花火って音もやっぱりね楽しめるわけですよね。そうなんですよね。おー、皆さんね、やっぱりね、もう拍手でございますけど、久保さんいかがですか。いやいいですね。はい。なんかちょっと今日は本当にお仕事やりきったって感じですね。感無量みたいな。まだこれからですけどね。これからですね。はい、制限始まったばかり。そうですよね。さあ、今のこのオープニング花火はこれは何が上がったんでしょう。はい、ダリアから始まって、一番最初なのでインパクトのある花火から始まりました。うん、はい、非常にカラフルな花火からスタートということに。なるほど。ね、なるほど。なりました。さあ、そして今ね、はい、上がって、パラパラパラっとこういい音がしてます。赤い花火ですね。そして、あ、結構ね上に上がってるんですか、ね、これ上なんですね。そうそうそう、我々のテントからちょっとなかなか見にくいところでございますね。出ないと見えない。そうそう、ちょっとしゃがんでもらった方が見えるかもしれない。あ、開いてます、開いてますよ。あれでも音っていうのもかなり届きますよね。来ますね。来ますね。これ久保さん、音というのはこれどれぐらいの距離まで聞こえるものなんですか。まあ、大きさによると思いますけども。そうですね、かなり離れたところまで聞こえますね。まあ数キロ、数十キロ。そうですね、はい、数キロ離れたところまで、後で音がこう光よりも先、光が先に見えて、うん、そうですね、はい、後からドーンって遅れてきますね。久保田さん、大きいのが上がりました。はい、これ今かなり大きいんですが、すです、これでどれぐらいのその号数なんでしょう。はい、これは4号玉です。4号玉、4号、はい、高さはどのぐらいまで上がるんですか。高さは今160メートルほど上がってまして、はい、はい、実はこの今私たちテントの中にいるんですけど、ええ、テントの中から見てると4号玉の下半分ぐらいしか見えないんですよ。いや、それでもすごい広がってますね。そうなんですよ、降ってくる星だけでもすごく綺麗なんですけど、あ、このね、あー、すごい、またちらっと散らばるのがね、そうそう、綺麗ですよね。綺麗ですよね。さて久保さん、この今日雨の日の準備だったわけですけども、はい、やはり違いますか、晴れの日の雨の日の準備っていうのは。全然違います。え、一番どこに気を使われるんですか。いや、もう花火を濡らさないことに気を使いますね。濡らさない、はい、しかも今日午前中の方が雨がきつかったんですよね。あ、なるほど、それでよりね、なのでもう準備の時間が倍以上かかりましたね。あ、もう4時半ぐらいの時点でもうまだね、はい、準備がまだ終わってないっていう話で非常に大変だったみたいなんです。今日は濡らさない工夫っていうのは何かかけたりするんですか。もうテント立てたりテントを立てたりとか、はいはい、まあ、濡らさないようにトラックから運び出すときからも注意して、そこから、はい、もう全部かけて守るように、花火を守るようにして準備してます。やっぱり雨っていうのは天敵なんですね。そうですね、本当に天敵ですね。でもそれがこう止んで今できてるっていうのが嬉しいです、嬉しい。
感無量です。いやこれ市民の我々も嬉しいんですけどね。そうです、やっぱりやってらっしゃるこう施工の方も嬉しいっていうのもね、嬉しいことですよね。そうなんですよ、もう今日は一番最初に実はもう一度中止だと言われまして、あ、そうなんですか。続きまして、で一度撤収したんですね。でもうその時にうちの担当者が泣いちゃってもうできないっていうことで、あ、そうですか。それからもう一回再スタートしたのでまた時間がかかる。でもじゃあ今日の花火っていうのは思いがなんかダブルでこうね来たような花火がですよね。次の花火がスタートしますよ。じゃあちょっと待ちましょうか。JA 鳥取稲葉グループのトスクは地元産にこだわりながらこれからも皆様の暮らしを応援してまいります。さあということでここからはスターマインスターマインですね。スターマインね、これ花火といえばね、はい、花形でございます。一つ真正面に実は上がってるんですが小さな花がたくさん咲きます。そうですね、そして真ん中にダーッと大輪が咲くというスターマインです、はい、まさに綺麗に上がってますね。久保田さん綺麗ですね。うん、あ、ほー、すごい、一気に、おお、聞こえました今の音。ちょっと、ね、私今鳥肌が…いいですね、いいですね。やっぱりこの迫力っていうのが花火のね、全然違いますね。あ、こうパッと散るっていうのがね、うん、開いて綺麗です。今一箇所からね順番に上がってきている状態なんですけど、結構大きい花火ねたくさん咲いてますね。あ、だんだんなんか高さが変わってきました。そうですね、はい、ちょっと上がってきましたね。お、また今ね、パッと咲きましたね。あの後ろに小さく咲く花がすごく素敵ですね。これ久保さん、スターマインっていうのはこれ何発ぐらいの花火が上がってるわけですか。あのそのスターマインの規模によっても違いますね、はいはい、何箇所も複数から上がったらすごい数上がりますし、はいはいはい、あのまあ一気にこう連続して打ち上がることを、まあ、スターマイン、と呼んでいるんですけど、まあ、それはもう本当にあの数十発から何千発まであります、ね、何千発までもあるわけですね、はい、でもこれもかなり今のもう迫力ありましたね。はい、ちょっと、今から音楽花火が、昨年もありましたよね、音楽花火。これですか。そうです、久保田さんがタイミングを全部出すというこの去年良かったですね。そうなんですよ、あれでね、うちのスタッフほぼほぼ全員号泣しましたから。確か曲があれでしたっけ、忍者リバンバンで、お、これはいきなりビッグの音ですね。はい、お、もうスタートしますよこれ。あ、もう音楽花火。はい、わかりますかね、ラジオ聞きのおじさん、リズムと同じタイミングで上がってきてるんですよ。なるほど、これですね、ドンとこう音がね。さあここから盛り上がってきます。これからね、合わせて、はい、綺麗な花が咲き続けてます。これ綺麗に連動するもんなんですね。これやっぱりもう熟練技術でしょう。あとは久保さんのこのね、そうです、そうです、指示タクトがいいんでしょうね。だから先ほどね、今私たちのスタジオのブース側に久保田さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、で花火を打ち上げてるのは海岸なんですよ。そうなんです、うん、さあ今広がりましたね、はい、綺麗なヤシの木みたいな花火が3箇所同時に、3箇所ね、一気に横に広がります。さあ一斉に上がりました。カラフルですね今年も。やっぱりね、この迫力っていうのは ねこの鳥取の花火の良さですよ。いい音がしてますよ、目の前で上がってますからね。はい、そうなんです、私たちね
結構ベストビューなんですよね。あ、しかもラストこれですか。綺麗に今光りました。一気に明るくなりましたね。そうですね。続きまして丸い提供のスターライン、本当にこうお昼みたいなね明るさになりますよね。今はちょっとかなり光りましたね。甲田さんの美肌も見えましたね。まあ今日湿度がいいですからね。しっとりしてます、72%、はいはい、川崎クレーン、もしかして大王戦士、これは夢キッズ、おかえりなさい、久保田さん。また久保さん、いい花火でございました。ありがとうございます。合ってますね、やっぱり曲と。すごいですね。でもよく対岸の方と会うもんですね。はい、あのこちらから信号を送って向こうであの受信してシンクロさせてるんですよ。あ、信号で、はい、でも熟練の技術ですよね。あ、いきますよ。さ、猫ん、ちょっと待ってくださいよ、この高さから今あ、見えました。笑ってました。猫が笑ってますよ。あ、かわいい。これはね、ちょっと子供たちとってはね、夢ですよね。まさにドリームな花火。いいですね、かわいい。ひげがちゃんとある。笑ってます。藤原愛ちゃんの。そうですね。はい、作品です。あー、かわいい。ひげがね、ちゃんとね、しっかり出てますね。久保さんが横で。すごいかわいい。結構な高さまでありますね。はい、上空230メートル。綺麗に笑ってますよ。かわいい、かわいい。あ、こうやってまた、あ、スターマイン、スターマインですね、これが。久保田さん、ちなみに今年は新作の花火が、昨年はあるというお話だったんですけど、今年も新作の花火はあるんですか。はい、あの夢キッズは新作ですね。あ、そうですね、毎回作品違いますからね。はい、さあスターマインが綺麗に。でもあの猫ちゃんも結構なんか去年社長さんにお話をお伺いするとシンプルな形ほど難しいっていうお話を、はい、ましたね、お伺いしたんですけど、お子さんの描いた絵がうまかった。でもこれ上がるまでは出来上がりがわからないわけですよね。わからないです、ですよね、いくら花見師の方とはいえ、うん、はい、だからやっぱり上がってみて、あ、できてよかったっていう安堵感があるわけですか。ありますね。今日のちなみに笑う猫ちゃんはいかがですか。いやー、もうすごい可愛かったですね。可愛かったですね。可愛い花火ってのいいですね。いいですよね。でもなんかね、あのやっぱりこう描かれてる絵もね、夢いっぱいなので、その辺をね、花火師の皆さんが表現してくださるっていうのがね、嬉しいですよね。だからまあこれ本当に夢の世界がね、うん、実現になってるわけですから。そうですよ、これは嬉しい試みですよね。嬉しいですよね。本当作業は地味にこうピンセットでこう、あ、一粒一粒こう星をこうつまみながら、なるほど、はい、ミリ単位でずれてきちゃうので、やるんですよ作業。でしかもさっきおっしゃったように毎回新作ですもんね。そうです。つまり前回のノウハウっていうのがないわけですから、これはもう本当に職人の勘と、そうですよね、あとはもうね、今までの経験ですよ。そうなんです。どんなお子さんがね、絵を描かれてくるのかっていうこともちょっとドキドキしますね。これちなみにどれぐらいの期間で花火を作られるんですか。これもまた時間がなくてですね。はい。本当はじっくりと取り組みたい。じっくり取り組みたいです。あのちらっとね、ちょっと北陸加工さんの、ホームページを見せていただくと、はい、久保田さんもそうなんですけど、新作の花火をこう花火のコンクールみたいなものに出展されたりもされてるんですよ。なるほど。でしかもね、海外とかでもね、打ち上げをされたりしてるので。そうでしたよね。で、はい、ね、今年の花火が終わると、しかもまた来年の花火に向けての準備がスタートされるわけなので。だからね、花火はまあ夏の風物詩で日本ではありますけども、もう年中ある意味ね、動いてますよね。そう、夢キッズ花火絵画コンクール中学です、ね、その日の晩とかその日の翌日から次の年とかと考えてますということですよね。でそれにさらにまたキッズも入ってくると、鳥取の場合は。そう、これはまあでもですよ、ある意味なんかこれだけ数万人の方が注目しているのを一気にやってらっしゃるわけですから、ね、1年間 そのご苦労もある意味終われば報われますよね。またやろうって気分になるんじゃないですか。はい、もうだから今日ね、
結婚してくれてよかったです。そうか、それが一番やっぱり今日の一番の嬉しさというか、そうですよ、ね、さっきスタッフの方がちょっとね涙が見えたというのが分かりますよね。これはやっぱりもうね、あのもう花火さんとしてはもう打ち上がるのがまずね一つの成功でもありますからね。だって1年間かけて準備したものがやっぱり中止ね、これはちょっとね。あ、ちなみに次4色の朝顔です。おお、綺麗に花開きました。しっかり出てましたね。高い高い高いとかは我々ちょっとね覗かなきゃいけない。苦手なんですよね。あ、綺麗です。ちゃんとお花が咲いてますよ。しかしこの朝顔は腰が見えませんからね、4色なんていうのは。なんか何発に1個種が出てきますね。あ、これはね、そうなんだ、スルーを表現してる。あ、なるほど、ヒルヒルっていうのがツルらしいです、はい、朝顔のツル、はい、あ、綺麗。あ、これはね、そこまで表現してるんですね。リアンちゃん喜んでるでしょうね。いや、これはね、やっぱり自分の描いたね、もう創作がそのまま出るわけですから。そう、今日浴衣で来た甲斐がありますよね、愛ちゃんもリアンちゃんもね。あ、本当だ、うん、これもちょっと朝顔イメージの、そうですね、はい、なるほど、綺麗ですね。今度は単色の朝顔が咲いてますね。さっきは4色ミックスでしたからね。おお、これはかなり大きな、はい、星が綺麗に散ってます。これ正面で見ると大体直径どれぐらいで見えるんですか。どれぐらいですかね。でも160メートルまで4号で開いてますし、5号でも230開いてるんで本当に大きいですよね。大きいですよね。目の前ですからね、200何メートルのものが。すごいですね。下手したら全部の星を視界で追い切れなくなりますからね。あ、まあそういうこともありますよね、うん、そう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 。もうね、あの去年もそうだったんですけど、はい、うちのスタッフかぶりつきなんですよね。この時間ね、あの本来はだってね、我々こう、まあ、一応喋らせていただいてますけども、毎年本当すいませんなんですけど、まあね、あのディレクターの方はもちろん頑張っておられますけども、後のスタッフの方はこれを見に来たというすいませんことですね、これは、はい、あの準備で頑張ってもらったので、ここからご褒美の時間ですから今。あ、そういうこと。そうそうそう、これ視聴者の皆さんも聞かれたら、聴取者の方かそうなんです、聞かれたらちょっと俺たちも行きたいっていう方多いんじゃないですかね。まあ、そういう方はあのバードフィルムのスタッフになっていただくといいかもしれませんね。この日だけはそう、特等席で見られる。特等席です、はい。去年はあの号泣チームですからね、ここその左3つが。今年はでもさっきの私久保さんのね話を聞きますとちょっとうるっとくるかもしれませんね。もう涙出そうです。そのスタッフの方のそのね、あのさっき私あの久保田さん会った瞬間に涙出そうになりました。あ、そこまで思い入ってますね。間に合うかどうかが大変で、間に合うかどうか、それがね聞いてたのでもう本当良かったなと思って泣きそうになりました。まあ確かに来られた時にかなりね久保さんももうさっきまでやっておられたなという感じでしたから、そうそう、二人で思わず拍手でしたもんね、さっき、ね、去年はね変なある意味あお綺麗な方来られましたみたいな話でしたけど、今日は本当にあ僕間に合って来られましたねという。そう、もう本当泣きそうになりました、ね、私よかったです、嬉しいです、お会いできて。あ、でも相変わらずあの容姿端麗な方でございます。はい、そうなんです、非常にお綺麗な方なんですよ、ドロドロです、うん、汚いですよ。いや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 、もう今日は待ってそのハートが ねそうなんです、あの職人さんのお顔されてますからね、非常に凛々しい方なんですよ。主役は花火ですからね。なるほど、そうですね、綺麗に撮れましたね、うん、さあそしてまた爆笑です、久保田さん爆笑です、はい。さあ、そして着々とね花火が上がってるんで、ちょっとね上空風が出てきたみたいで煙が結構綺麗に流れ出しましたね。これ無風だとまた良くないんですよね。そうですね、煙がこもっちゃいますね。そうですよね、海の幸、山の幸と行きますか。富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ、都の部、兵庫製紙、流通提供の花火幻想曲を続けてお送りします。新しい仲間が増えたぞ。ネギたっぷりネギ盛りラーメン、セットメニューハラミ、お父さんはこれ学生限定だよ。豊富なセットメニューを仲間入り。さあ着々と花火の準備が、あ、始まりました。お、まずはもう地上からダーッと扇できましたね、はい。
のここから見ると花火が打ち上がる瞬間から今見えてるんですけど、下からね、そうです、ちょっと回転しながら上がるんですね。そうですね、はい、うん、そうそう、それでものすごい近くで見てるってことですね。そうですよね、なかなか打ち上げのところって見えませんよね。まあ普通の ね, ね、あの上から見ることもありますからね。そうそうそう、綺麗です。この連射は早かったですね。さあ、そしてまた、はい、上がりましたよ。お、あ、上がった花火の間から中から何か出てきましたよ。ヒュルヒュルヒュルっと、はい、あの泳ぐ花火をこう中に仕込んでます。泳ぐ花火、海がテーマでしたもんね。なるほど、そこでね、うん、ちょっとこの時間差で出てくるのも素敵ですね。やっぱり久保さん、このテーマのある花火っていうのは、や、あの作る方も作りがいがあるんですか。はい、もうあの企画の段階からここはどんな花火をにしようかっていうのを考えて、うん、でそういう花火を作ったりとか、はい、色の組み合わせ考えて、ね、泳ぐものを入れたりとか、他にもいろんな仕掛けもあるわけでしょ、はい、すごいですよね。花火のやっぱり技術っていうのはもうかなりもう上がってるわけですかね、日進月歩で。そうですね、上がってますね。本当にもうコンテストになってくると、もううちの花火が一番っていう感じで、あの技を見せてきますよね。ちなみに豆知識なんですけど、はい、久保田さんは枝豆の花火も作られたことがあるんですよ。枝豆え、これどういう経緯で枝豆作られたんですか。枝豆はじけとビーンズ、そう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 、ビーンズで、なるほどね。めちゃめちゃ可愛い花火なんですよ。いや、これでもいいじゃないですか。ねえ、夏の時期ぴったりでございますが、ビアガーデンであげるといいかもしれない。ああ、そうそう、ちょっと見つけてしまったんで今こぼれ話ですが、小田さん今日はネタ仕込んでますね。そうそう、またこれで宝石1個アップしましたね。あ、本当ですか、ありがとうございます、救えますからね、はい、ご褒美に宝石が、ちょっと入りのね、枝豆と、そうそうそう、今日は出るんですか。今日は出ない。結構だからそういうね、あの可愛らしいものから、こういう先ほどのスターマインみたいなかっこいいものまで、やっぱりね、幅広く。だから花火っていうのは、これ表現の方法っていうのはかなり無数にあると考えていいんでしょうかね。そうなりますと、そうですね、何でもできそうですね。さあ、はい、では久保田さんがお仕事にお出かけされます。さあ、これはこの後は花火です。彩香さんの虹色に乗せてということになります。さっきね、信号シグナル送ってらっしゃると言ってましたけども、で音楽と連動させて、こちら側から信号を送って対岸から打ち上げる。もうあの花火師さんのあうんの呼吸が生み出す花火ですよね。まあ、でしょうね、やっぱこうチームとなってというところですから、うん、だからある意味こうシャンシャンマスク出ますよ。あ、本当ですよね。一体感、連帯感、一斉日も含めて、うん、ありますあります。あなたのために一生懸命、パチンコワールドカップグループ。さあ、これからですね。そうですね、およそ3分の花火になります。これ花火の3分ってだ結構長いですよ。で、3分あるとかなりの発数上がると思うんですよ。でしょう、うん、さあ、始まりました。まずは扇状にさーっと上がってさ、はい、1個大きなのが上がりましたよ。さあ、これが見えない、弾けました、弾けました。真ん中からに扇形に上がって、左右に大きいのが上がってる状態です。曲は彩香さんの虹色です。まあ、この曲は今ね、ある意味国民的ソングになってますからね。そうね、今年のヒットソングの一つといっても過言ではない、まあ、ね、はい。さあ、そして、虹色ということで、虹色の花火ですね。さあ、これはどうなるでしょうね。ほら、赤はベニーっていうね、お話がありましたよ ね, ね、はい、今ベニーと青です。さあ、そしてベニー、あ、色が途中で変わるんですね。ほら、あ、そうです ね, ね、途中で緑になったり青になったりということで、あ、綺麗な星が降る花火が上がってます。タイミングが来ました。